おはようございます。冬22日やっていきましょう。そうか、昨日8時前に寝たから昨日の分の出荷が今出たんだね。ちょっとびっくりしたわ。あれ、午前中になったんだったっけって。朝6時に出荷が反映されるようになったんだけど、かなり混乱してしまった。ちょうどね、アップデート適用後なので、そういうのあったっけと一瞬迷ってしまいましたが、そういうわけではなかった。さてと、台風一過、どのようになっているんですかと思ったら、あー、ボロボロ、ボロボロ、かー、雑草くん。雑草が一本生えて、あー、巨大、キングオートメロンくんが、キングオートメロンくんがいなくなってしまった。なんという。やはりこの辺ちょっとバリアブル水和剤の、あれが悪かったかな。よし。もうちょっと、適切に撒いておくべきだったかもしれない。しかし、意外というか、果樹は全く被害受けてないね。もしかしたら、ダメージ食らわないようなものだったりするのかな。それとも運が良かったのか。災害耐性は、樹木系全然上げてないんですよね。たまたまなのか、果樹は飛ばないのか。まあ、どちらにしても残ってくれたのはありがたいね。さて、どうなりました？お！すごい！被害ゼロだ。よくやったな、バリアブル水和剤くん。災害耐性仕事したね。ありがてえぜ。よかったよかった。何事もなく。超えられたね。こいつは非常にめでてえ。こちらがこれだけ無傷で済んだのであれば、風流の方も特に傷なしで、問題ないといいんだけどね。成長率は、お、すごいね。30% 超えてる。いやー、栄養剤の効果は素晴らしいね。一気に上がりました。風流くーん。お、こちらも OK だね。ここは収穫し終えた空間なので、岩が乗ってるのは問題なし。災害耐性いい仕事したね。とはいえ、一応ここも災害耐性のある土だけど、その作物が枯れない、作物がないと災害耐性は効果がないのかな？岩乗っかってるけど。まあ大丈夫かな？金のかぼちゃがいい成長具合でたまらんね。これの下半分を巨大化させてみるか？そんなに作る必要はないか。まあとりあえずここをどうするかはまた後で考えておこう。ちょっとここに、まく種のことを考えたいな。よし、やった。やっぱ冬のほかほかの実かな。ちょっと追加で買ってこようか。金のかぼちゃを今から植え直すのはちょっとあれだしな。あとは、あ、飛んでっちゃったか。ってことはやっぱりあれか、運が良かっただけなんだな。リグバース書の前のやつは。ここの、きらめきくんいなくなっちゃったか。健康度、HP 自体はそこそこあったから、災害耐性のなさが響いてしまったね。ぬん。なるほどね。樹木も完璧に生き残れるわけではないと。そういうわけだね。台風は恐ろしい相手だったが、バリアブル水和剤くんがいれば、だいたいなんとかなるっぽいね。完全無傷という場所も意図的に生み出せたので、まあこれからのことはそんなに心配じゃなくなったかな。さて、お、来てるね。プリシラのイベントがまた来たので、これを見に行こう。さて、エルシェさんのところに行くということは、やっぱりお姉ちゃん絡みなのか。エルシェさん、プリシラがどこ行ったか。あれ、またいなくなった。どうかしたの？またいなくなっちゃった。マジかよ。えらく念入りに出かける準備を。あー、じゃあ回復薬も、そういうこと？出かけて、長い間帰れないし、回復できるものがないとダメだっていうこと？3倍。オートに行くときでもそこまでの荷物じゃなかったのに。どこかに出かけるため、もうそんな帰ってこないレベルじゃないのか？下野さんから薬をたくさん買ってたんだよ。なんで？それはもう嫌な予感しかないじゃん。
とか危ないとこに行ったんだよ。手紙。お父さんたちからの手紙を読めば。会ってきてから、手紙をもらったってことなのかな？持ってる。なぜ？こんなこともあろうかと、意外とできるわね。違った。渡そうと思って持ってたの忘れてた。なんでしょう。プリシャラに告白した時も手紙で返事だったしな。手紙が結構狩りを握ってくるね。そうか、プリシラがルーシーと手紙でやりとりしてるっていうのもあったもんな。愛しの我が娘プリシラへ。エルシェと二人元気もりもりやっているかな。父さんと母さんは相変わらず元気ラブラブだ。ちょっと、そこはいいから。お父さん意外と明るい人なんだな。大怪我をした時のことを教えてほしいということだったね。結論から言うと、父さんたちも詳しいことはわからない。君がどこで冒険してきたのか、どんな風に怪我をしたのか、君を助けてくれた恩人に聞こうにも詳しい話を聞く前に姿を消してしまってね。プリシラもその時のことを思い出せないと言うし、誰も本当のことはわからないんだよ。望む答えをあげられなくて申し訳ない。でも答えはきっと君の中にある。プリシラ自身そのことに気づいているのではないかな。あの日のことを思い出せないのは心のどこかで思い出したくないと感じているからだろう。蓋をしておきたい怖い思い出だから。それでも恐怖を超える勇気があるのなら、君が一番怖いと思うところへ行ってみてはどうだろう。やっぱりそういうことか、ベルファ遺跡だよな。あそこは怖いから行きたくないってずっと言ってたもんね。ずっと心の奥底に沈めていたものが浮かび上がってくるかもしれないよ。と言ってもくれぐれも無茶はしないようにね。時が経てば自然と思い出せる日が来るかもしれないのだから。なるほどね。その恩人にどうして急にそんなに必死こいて全力で会いに行こうとしてるのかはわからないが、なんとかそのケリをつけたくて行き急いでるというか焦っている感じなんだろうね。一番怖いと思うところ、遺跡のことですよね。プリシラが大怪我したのが遺跡だから。何か知っている？ベルファ遺跡の奥底に行った時に、妹くんもその時の断片みたいなのを見たよね。プリシラが思い出しちゃうのが、あの子が遺跡に行ったのは、私のせいだから。そういうことなの？プリシラと冒険ごっこをして遊び約束していた。ほうほう。熱を出して寝込んじゃって、薬を取ってくるって言い出した。遺跡に隠された。子供心だな。そういうのを信じて本気で言ってしまうんだよな、子供は。リグバスの遺跡のことじゃないのに、きっとこの町の遺跡にもあるはずだって。そのまま寝ちゃって。うちの一階が大騒ぎに。そうだよな、診療所だもんな。あの子が辛いな。黙って逃げ出したんだよ。そんなことプリシラに知られたらきっともう近づかないでって言われる。そんなことないんだけどな。全然ルシーのせいじゃないじゃない。それってあの子が自分で決めて自分で怪我したって話でしょ。熱を出す出さないはな、コントロールできないからな。私がプリシラを守ろうって誓った。なのにまた一人で行かせちゃった。またなんてことはないさ。今から行けばまたにはならないしな、そもそも。ルシーじゃダメなんて思わないけど、今は僕に任せて。ルシーもだいぶ傷ついてるからな。俺が行くしかないな。この、レベル133の俺がな。ルーカに種もらっちゃった。どうしよっかな。直したままにして押し入れで目を出すと怖いし、どうしよう。え？種もらっちゃった。直したままっていうのはよくわからんけどな。種をもらった？くれないのかい？なんかすごい意味深だよな。くれそうな感じなんだけど。お、そしてそうか。このままベルファ遺跡でイベントあるんだね。
さあどうなるかな。プリシラどこまで行ってんだろうな。奥そこまで行ってしまったのかどうか。入れ違いになるわけにもいかず正面から行きますが、最初の方には特にいない感じかな。待ってるプリシラ。さあ真相の後に来て、プリシラいた。やはりここか。ここには恐ろしいスカルドラゴンがいたと思うんだけど。いた。プリシラ。大丈夫か？大丈夫。怪我はないかい？怪我した時のことを思い出して動けなくなった。やっぱりこの場所が一番危険なのか。本当？でもどうしてか怖いところだけしか思い出せない。トラウマの記憶だね。薬を探しにここへ来て誰かに襲われた。え？幼い頃にここまで来てたの？それ相当やばくないか。その、プリシラが行った頃はこの辺、こんなに複雑なダンジョンじゃなかった可能性もあんのか？一刻も早く美女を知らせありなくちゃ。足に力が入らなくて、おぶっていくよ。お姫様抱っこでもいいぞ。お、思い出している。これ後ろにいるドラゴンは？これもしかしてあの二人？所長とレディアさん？なんかその二人を起こしに来たぞ的なガンドアジさんみたいな人がいたっていう話じゃなかったっけ？僕が守ろうとしたあの子。プリシラ。思い出したのか？思い出したの。全部。二人の記録が繋がって。そうか、イモ君とプリシラが一緒にここへ来たら、そのきっかけというか、鍵となる記録が引き起こされるだろうけど、今までプリシラは怖くてここに一緒に来られなかったもんな。私を助けてくれたの。あなただった。私たち、ずっとずっと前に、出会ってたんだね。うん。プリシラだったんだ。お手紙。命の恩人に渡すはずだったお手紙。受け取ってください。俺の手紙というより、ラブレターみたいだね。きっとそう。初恋だったと思う。だからそこに決着をつけに行きたかったのかな。その、妹くんのことを好きになって、これから、ね、将来を添い遂げようという気持ちがあるのに、この初恋の人たちへの思いを断ち切れないっていうか、もやもやっとしたまま、ずるずる行くのはどうなんだろうっていう思いがあったのかもね。ありがとう。ありがとう。記憶を失った僕がひなちゃんを助けてこの街にたどり着いたとき、そういえばそうだったね。その、外に出なくっちゃっていう、焦りから、街の、ね、門のあたりでうずくまってたよね。とても勇気がいることだったんだよね。なるほど。ブイシラがここにいるって気づいたのはルシーなんだよ。似た者同士だね。合わせる顔とかける言葉をゆっくり考えて会いに行けばいいと思うよ。いいこと言うな。この音楽ということは、もうすっかりあたりは夜だね。ルーシーへの話はまた今度になるかな？呆れてない？どうして？なんで？一番大切な友達にひどいこと言って、迷惑をかけてしまった。それも恋の力だって。閉じこもった反動？いろいろ言ってたね。悪いことじゃないから、そんなに気にしないで。言うねえ。あらー。また明日？お仕事？頑張ってね。帰ったんじゃないんかい。お疲れ様。
毎日いろんな新しい発見がある。いろんなところに連れて行ってね。ありがとう。ありがとう。ありがとうなんだけど、ちょっと帰るタイミングを測り損ねたね、君たち。まあ、いいだろう。しかし、なんか、思いのほか、夜だったわ。もうこんな時間か。種買いに行くとか後でやろうと思ってたんだけど。ちょっとタイミングを逃しましたね。まあ、一日ぐらい大丈夫かな。おはようございます。冬23日やっていきましょう。さあ、プリシラのイベントも、いよいよ大詰めっていう感じかな。ちゃんと、お家にいるね。これはルーシーに謝るイベントになるかな?その後どうなるか気になりますね。そして何気に今日流星天気ですね。なので、この世界のどこかに流星が落ちているはず。しかし、なんか全然出くわさなかったな、流星の天気。本当にレアでしょうからね。この機会は逃さないようにしておきたいね。うん。それでは先にプリシラのイベントを見に行こう。さすがに連続で夜まで時間が進んでしまうようなイベントではないと思うが、どうかな?お、謝りに来たかい?ごめんなさい。もういいって私も言い過ぎたとこあったし、町のみんなにちゃんと無事の報告とごめんなさいした?おう、早いな。みんな笑って許してくれたよ。お迎えも来たみたいだし、私はもう行くね。お迎えが来たぞ。通りかかっただけで、何を言っているんだ。まだ言わなきゃいけないことがある。改まって紹介してくれる?今までずっと守ってくれて、ありがとう。ごめんなさい。その言い方だともう守ってもらわなくていいって言ってるみたいじゃん?でもないか。守ってくれる人がいるもんね。一緒に守っていこうぜ。頼んだよ。ユー。これか、ユキさんが言ってたの。何のこと？プリシラが早く大人になりたがっていたわけ。与えられるだけじゃない人になりたかったんだね。なるほど。あわわ。これはもう、イモくんがビシッと決めるしかなさそうだね。これからのこと。ああ、そういう。それなら安心してちゃんと決めてみせるから。用意はいいか?まだダブルベッドはねえぞ。まあダブルベッドはコロナ後なんだけど。ででてん。わかってないみたいだな。ここは本当に僕はしっかりしなくちゃ。お、ちょっと待って。来ましたね、これ。他の人のイベントが復活したということは、プリシラのイベントが一通り終わったということで、しかもあの言い回し、もう俺がゴールを決めるしかないなっていうことで、ですよね。それはすなわち、こういうことだ!つた、話は聞いているぞ。ここだろ。あったー。こういうのがあるらしいんですよね。これって、ずっと恒例の、やつでしたっけ?いや、ルーンファクトリーは、2作ほどちょろっとやっただけなんで、本当にこういう流れだったか全然覚えてないんですよね。ともかくこれで、ようやく結婚準備が来ましたね。結婚の準備をしよう。報酬はない。ともかくこれを受けてからだと、あれ、ダブルベッドがパルモ工房に出るらしいので、これをやっていくわけですね。あとはプロポーズのタイミングは、こっちで、あれかな?婚約指輪、結婚指輪を渡したタイミングになるのかな?それ以外の準備は早めに進めてもいいっていう感じになるかな?ということだと思います。いや、でもついに来たね。これでもう、なんというか、今まで気になっていたものも全部解消されて、あとはプリシラとゴールインするまでっていう感じですね。で、ここまで来たので、まあ準備を進めるのはもうちょい後でもいいかなという気もする。とりあえず今回のパートは、あれ、畑の荒れ放題を直すというところもやりたいので、まあ次以降にしよっかな。さてと、金のかぼちゃ。もう形ができてきてるね。50% いいよ。
お、ほかほかの実できてんじゃん。いいね。やったー。じゃあ、ほかほかの実の、よし。大、稼ぎ祭りがまたできるな。やったー。オッケー。超衛星大量に出来上がったよ。今、19,517 だけど、大量に出来上がったこの超衛星を突っ込むだけで、なんと、すごいことになってしまうわけですね。はい。17万。超衛星ビジネス、最高だぜ。はい、到着。では、ほかほかの実を巻きに行きたいところなんだけど、さっき取れたレベル3のやつを一緒に巻いて、で、今度こそレベルが高いやつを、収穫した方がいいと思うので、それを考えよう。よし、取り出しといて。わかりやすいように、ここに、レベル3のやつは巻いておくことにしよう。オッケー。で、残りは、他の畑にとりあえず植えておく。よし、オッケー。クリスタルのかけらを交換しまくりまして。めっちゃできた。風のクリスタルが13個になりましたので、6個6個と、風のクリスタル自体が確かもう1個あったんで、7個ずつか。いけるね。7個ずつだと多分超えるな。まあ、超えるかどうかを実験することもできるね。よし。ではファームドラゴン行きましょう。とりあえず借りるから。到着。確認から。まずここの収穫数は3個になってますね。3個ずつになっていますので、これに6個、風のクリスタルを使う。6個というか6回か。ん?でも2個ずつだから、12個で6回でいいのか。ん?そうか、片方に6回になるのか。そうだな。片方に6回、7回、合計で7回だから3、4になる。あー、そういうことか。完全に混乱してるけど。そうだね、完全に混乱してましたね。1個で1回じゃないので、風のクリスタル2個で1回なので、どちらかに4回、どちらかに3回までできるよね、今の風なら。なので、こっちに3回にしよう。ここまで混乱するとは思わなかった。あげる。はい、これで数が増えているはず。6個ずつになったね。いいよ、金のじゃがいも。この畑面数が全部一つにつき、あれ、6個収穫できるというのは相当でかいよ。出来上がりが楽しみだな。あとは、そう、ここにもう一個あったんで、これを、回収しといて、で、風流の方に行く。到着。ほかほかの実が5個か。ほかほかの実ってデフォでそんなにたくさん取れたっけ?ちょっとびっくりだよ。とりあえず金のかぼちゃは3個ずつになっているので、これをプラス4できるわけですね。やろう。オッケー、これで4回。どれくらい収穫できるのか楽しみだ。これで6個と8個増えましたね。8個、あれ?ちょっと待って。6個と8個 ?4 回やらなかったっけか。3回ずつだったっけ?俺は4回やったつもりだったんだが。勘違いだったか。それとも3回までしか上乗せできない。その可能性を考えてなかったな。まあいいや。ちょっとまた、あれだね。こちらが成長しきる前に風のクリスタルまた集めて、それでもう一回お願いして増えるかどうかを試してみるのもありかもしれないね。でもまあ3回までっていうのは制約的にすごいありそう感があるな。でもこれまで3回以上やったような気もするからな。どっちだったっけっていう気持ちだけど。畑で聞けるかな?畑。あった。
流星作物について。天気が流星になると、翌日、世界のどこかで巨大な流星を発見できます。ハンマーで壊す流星の種。流星作物を育てることができます。OK、翌日でよかったね。なので今日はとりあえずもう OK だね。金のかぼちゃ。金のかぼちゃちょっと巨大にしてみてもいいかな、これ。ここは4つないといけないからあれだけど。うん。そうするか。レベル3まで育ってくれてるというのも大きいしな。急なことで非常に申し訳ないが、金のかぼちゃくん、君たちには巨大になってもらうことにしたよ。悪く思わないでくれ。これも、我が畑のためなんだ。こうやってっと。ちょっとこちらは3個で足りないので、うまくいくといいけど、この端っこの両端だけで、やります。育つかな？育つかな？こんなに巻く必要ないんだったっけ？育つかな？ちょっといっぱい余ってるんで、とりあえず巻いておこう。ダークスキル。栄養剤を巻くのがダークなのか。2.0。あ、健康度。健康度が死んでる。こいつは生きねえ。耕しましては。170。オッケー。トウモロコシの回復量、本当に素晴らしいね。おはようございます。冬24日、やっていきます。明日は聖夜祭ですね。前日なんでなんかお話ができたりするかな？聖夜祭で使うって言ってた釣り草の種を全然育てなかったのだけがちょっと心残りですが、なんかこのイベントで使ったりするかな？まあ明日になればわかるかな。とりあえず今日は流星が落ちているはずなんで、それを探しに行くことだけ忘れないようにしとこう。さてと、おお、大きくなってる。早くない？こんな大きくなるのすぐだったっけ？ 74%。順調に成長していってますね。とりあえず何かしら巨大を育成さえすれば問題なかったはずだが、忘れないうちに依頼受けとくか。金の大きな作物。ちょっとこれのためにね、かぼちゃを巨大化したっていうのもあるので忘れないうちに。うか、昔すごい野菜見た。キラキラガウピカピカガウガウガ、キラキラでピカピカの大きい野菜。作れると思う。頑張れ。流星が落ちている世界のどこかとは、ズバリ、ここだ。これはもう場所は確定してんのかな？行くぜ。はい、ドン。はい、ドン。せっかくだし、貯めてやるぜ。やったぜ。ん？お、ちゃんと出たね。流星の種、レベル4。いいね。作物倍か。1万3000、そんなすんの？流星の隕石を叩くと出てくる種。植えると季節に応じた作物が育つ。1万3000、レベル4。レベル4だからじゃないよな。だから多分レベル10になったらこれの倍ぐらいの値段になるんじゃない？で、巨大にするとさらに何倍かになって。金の株より上になるのかな、これは。だとしたら、見逃せませんね。流星が実は、もっといらんのところにあるのではないか疑惑に基づき、探索を続けることとなった。ちょっとクレーターっぽいところとかな。怪しげなんですが。いかがでした？ん？あったー！あるやん！ここね。よう見つけたな。自分でもびっくりですわ、これ。流星。壊れろ。3回で壊れる感じか。おお、いっぱい出たー。なるほどね。なんか普通の、ああいう岩と同じ感じで叩くたびに何かが出るんだね。で、運が良けばいっぱい出ると。そういう感じっぽいね。よし。では、今日はここまでにしとこうかな。プリシラとのイベントが終わって、あとは結婚準備というところまで来たんで、次回以降はそれを進めていくとしましょう。では今回はここまで。ありがとうございました。